おはよう。遅いぞ。 でっかい口。歯と口が大きいのが私の欠点なの。いただきます。行ってきます。行ってらっしゃい。お願い早く待って。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。行ってきます。はい。行ってきます。行ってきます。 切れたね。切った。うん。ああ、ちょっと前の合わせもう一回見なさい。ねえ、大丈夫？ねえ、どう？あっちゃー、痛そう。なんか危ない人みたいになってない？そうかも。ひどい。おい、まだか。もう先行くよ。 ひろきに置いてかれる。はい、行ってきます。行ってきます。あ、いや、ちょっといい？傷の方は心配ありません。ありがとうございます。ですが、人間転ぶときはこう反射的に手が前に出ます。しかし、 娘さんは手にかすり傷一つない。つまりまともに顎をぶつけています。筋肉か神経か一度専門医の診察を受けた方が良いかと。あ、いや、キリがいいからもう一つ病院行こうか。 最近あなた、体が前のめりになってフラフラ揺れながら歩いてる。自分でわかる？怪我した時から思ってたんだけど、なんか心配なの。受験生だからストレスによる一時的なものかもしれない。だからもう一度きちんと調べてもらおう。 何でもなければそれでいいし、それに後で気にしなくて済むでしょ。分かった。そうだね。そうする。亜子が待ってる。行ってらっしゃい。気をつけてね。うん。行ってきます。行ってらっしゃい。 あやちゃん、こういうことできる？右手と左手、これを目をつぶってできるかしら？はい。
じゃあね、今度は片足立ち。これ。はい、はい、やってみて。はい、どうもありがとう。座ってちょうだい。一度 CT をやりましょう。はい。CT？ 大丈夫。痛くも痒くもないから、頭を輪切りにして検査するだけ。輪切り？ああ、お腹すいた。やっと終わった。ねえ、お母さん、お母さん。面白かったね。輪切り。そう？うん。なんか機械の中入ってこう宇宙船の中にいるみたいだった。こんな体験めったにできないもんね。楽しかったなんてね。はあ、お腹すいたな。見てください、これが小脳。ここに軽い萎縮が見られます。反射的に体のバランスを取ったり素早く滑らかな運動を司るのがこの小脳、脳幹、脊髄の神経細胞です。娘さんの病気、脊髄小脳変性症はこの小脳、脳幹、脊髄の神経細胞が変化してやがて消滅してしまいます。あ、やば。これからどうなるんでしょうか。今はまだちょっとふらついたりめまいを感じる程度の症状ですが、次第にふらつきが激しくなって歩くのも立つこともできなくなります。しゃべることも手を動かすことも自分の思うままにはいかなくなります。最後には寝たきりになって肺炎を引き起こしたり。でも先生、脳でも手術できるんですよね。すれば治りますよね。お願いします。脳でも脊髄でも手術に必要なら私といくらでも使ってください。今の医学では原因が分かりません。ですから治す方法もまだ。でもお母さん、今すぐどうこうという病気ではないんです。1年2年過ぎていくうちに徐々に、しかし確実に進んでいく病気なんです。発見から十数年がおそらく。あや、これからちゃんと通わないとね。大丈夫、月1回なら受験勉強にも影響ないと思うし。神様お願いします。私も裏若き乙女としてはいろいろ予定があるんですから。どう、あやちゃん。これからの高校生活、楽しいことばっかりじゃないかもしれない。はい。受験勉強の合間にきちんと通ってくれたから、今日まで大きく変化することはなかったけど、やっぱり普通の人と比べたら、ふらついたり、思うように動けないこともあるかもしれない。毎日の行動が制限を受けたり、学校で他の子と区別されたりして辛いことの方が多いかも。でもね、人はみんな、一つや二つ、苦しいものを持って生きてると思うの。先生、ん？私病気になってしまったけど自分は不幸と思ってないよ。うん。じゃあね。はい、合格祝い。え？日記帳。ありがとうございます。今日からつけてごらんなさい。書くっていうことは考えを整理するってことなの。
モヤモヤしたり悩んだり、自分でもよくわからないことも文章にしていくとはっきりしてくるから。ということはこれからどうするのかがちゃんと分かってくるってことですよね。私昔から文章を書くのは好きなんです。日記も母に頼んで買ってきてもらったことあるんです。でも三日坊主じゃないけどちょっとお休みが多くて。そう、文を書くのが好きというのはとてもいいことだわ。でも続けるのが大事。実はね、私はこれで大学も合格したし、ドイツにも留学できたのよ。嘘じゃないわよ。あのね、勉強で分からないところも文章にしていくうちにはっきりしてくるから、そこをやればいいの。なんだ、結局勉強ですか。そうですよ。あやちゃんにはやりたいことがあるんでしょう。だったら勉強しなさいね、お母さん。ええー、そういうがや、頑張って。よし、今日は大池まで往復ランニング。ここへ戻ったらバスケのパス練習だ。いいな。はい。返事小さいな。いいな。はい。キト、お前どうする？じゃあ高橋とキトの二人は教室で自習をしなさい。行くぞ。私が良ければいくらでも変わってあげるのに。気にしない。おい、早くしないと遅れるぞ。ちょっと急ぎますか。ごめんね、迷惑かけて。全然。友達だもん。ありがとう。そう、友達はバイトね。友達は対等でもそうばかりではない。私は友達と一緒の道なんて絶対望めない。一緒に行けるなんていい気になっていると自分の道もなくなってしまうから。私には選ぶ権利なんてない。足が突っ張るんです。特に朝。そう。歩くのはどうかな。何かに伝って歩かないと転びそう。あとご飯を急いで食べたりするとむせたりします。そう。わかりました。先生の言ったこと本当だった。え？文章にすると考えがはっきりする。先生に伝えようと思ったことも聞きたいことも。そう。あの、あやちゃん、これからも日記を書いてね。そして体のことで気づいたことがあったら必ず書いて、どんな小さなことでも教えてほしいの。どんなことでも治療の助けになるし、
そうすれば入院も短くて済むかもしれない。すぐ食事にするからね。ただいま。あ、ただいま。あこ、手伝って。ただいま。くろ。今日も聞けなかったよ。クロ。先生、私どういう病気ですかって。ねえ、きっと直してくれる？高校入って初めての夏休みだから入院短い方がいい。あや、これからも体のことで気づいた点は必ずメモしとくんだよ。それからどんなことでも話してね。治療の助けになるから。そうすれば入院短くなるかもしれないよ。それからお母さん日曜日しか行けないから無理しない程度に洗濯自分でやってね。うん。入院か。えらいこっちゃ。大学病院は学校でもあるの。あやちゃんが学校で勉強するように医者も毎日が勉強なの。勉強か。そう、あやちゃんにいろんなことさせるのも薬の効果を分析するためにしているの。先生がその専門の勉強することを聞いて患者さんも来るの。患者さんみんなが教科書だし、その人たちを治すために勉強しているの。その専門って。いい天気になってよかったね。ね、暖かくなってね。うん。ねえ、なんか私アイドルになった気分。へえ。次はあっちです、今度はこっちですって。看護師さんがマネージャーだ。でもこんなにスケジュールに追い回されるなら私はアイドルにはなれないな。顔が違うでしょ。ねえ。ああ。でも看護婦さんご苦労様って感じ。ねえ、いるものがあれば次の日曜持ってくるよ。なんかある？本が欲しい。正岡式の病床六尺。わかった。読書のチャンスね。でもあや、リハビリも大切よ。読み終わったら感想を聞かせてね。はい、もう少しで読み終わりますから。はい。
じゃあ今日はここまで。お疲れ様。ありがとうございました。先生。前から聞こうと思ってたんだけど、私はっきり言ってどういう病気？そうね、ずっと先のことだけど、立つことも歩くこともできなくなる日が来るかもしれないな。でもね、あやちゃん、すぐってわけじゃないの。治療すれば進行を遅らせることはできるし。先生ありがとう。先生、お世話になりました。ありがとうございます。いいえ、お母さんこそ。あやちゃん、頑張って日記続けてね。はい。皆さん、ありがとうございます。先生、うん、正岡式って病気がとっても重くても食いしん坊だったんですよ。そう。先生。なに？私が歩けるのはいつまで？うまく歩けなくても座ったままでもできる仕事ってあるよね。私にも何かできるよね。できるわよ、きっとある。あやちゃんじゃなきゃできないこと。先生も頑張る、頑張って病気の治療法を見つけるから。だからあやちゃんも絶対に諦めちゃダメよ。あや、気をつけて。はい。はい。ありがとうございました。お大事に。はい。ありがとうございました。2学期から生徒手帳のほかにもう一つ手帳が増えた。
産休身体障害者。これが今の私のことらしい。障害を認めろ。そこから出発しろ。この手帳、私にそう言ってるみたいだ。おはよう。おはよう。あ、ごめん。高くなってるよ。はい。いい。そう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 。紀藤彩でしょ。僕渡辺由紀子。バス一緒だから。はい。体が不自由なんだね。気にしないでみんなに助けてもらいな。この世の中どっかでみんな助け合ってんだから。大丈夫？あ、バス来てる。切れる？大丈夫？大丈夫？立てる？はい。そこ。大丈夫？怪我しちゃって。立てるかな？はい。よいしょ。はい。ありがとうございました。いえ、とんでもない。あの、いや、それは困ります。いえ、あの、病院から何から何から。いや、本当、いや、もうどうしましょう。じゃあ、遠慮なく。いや、だけど困っちゃうわ。お礼だったらあの子に言ってくださいよ。あの子のおかげなんですから。だけど顔を怪我しちゃって、女の子だから気の毒だわね。でも奥さん、そんなに歩くのが不自由だったら、これから一人で通学させるのは大変ね。今日みたいなことがまたなかったらいいけど。私が仕事なんかしてるからいけなかったんです。もっとあの子についててあげれば。私がもっとついててあげられたら。奥さん、仕事終わってからなら迎えに来られるんだね。え？いや、だから奥さんが迎えに来るまであの子ここで待ってりゃいいじゃない。ああ、でもそれでは。学校のすぐそばだし、女の子一人ぐらいいる場所あるわよ。ここで宿題やってたっていいし、疲れたら裏で横になってればいいんだもんね。それがいい。そうしよう。でもそれでは。いいから、いいから。あの子は待つ場所ができるし、奥さんは安心して仕事ができるし、私には話し相手ができるんだから。何か困ることある？いいえ。じゃあそれで決まり。奥さんが迎えに来るまであの子はこれからここで待つ。いいね。はい。
ありがとうございます。あやちゃん悪いけど、その空のやつ取ってくれる？20円のやつ。これ？うん。あやよ。はい。いっぱい入れるの？そうそうそう。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。だいぶ良くなったね。おかげさまで。1週間ぐらい休んだの？恥ずかしがることなんてないから人に助けてもらいなよ。はい。まだ帰んないの？母が迎えに来るまでここに置いていただいてるんです。そっか、よかったね。それじゃ、お邪魔しました。気をつけてね。さようなら。いいか、あや。どうしたの？そんな、何やってるんだ？これ？教科書ばらし。教科書ばらし？うん。明日から数学、新しい単元になるから。そんな、必要なところだけ学校へ持って行って不便じゃないのか？うん。大丈夫だよ。勉強頑張ってるか？勉強もう大変。でも頑張るよ。できるまでは。頑張れよ、あや。うん、ありがとう。もうすっかり看板娘じゃん。看板娘じゃないよ。本当にすっかり手伝ってもらっちゃってごめんね。いいんです。いや、バイト代払わなくちゃ悪いね。毎日夜まで置いてもらってるんだから、そんなのもらえない。くれるもんなんだからもらえばいいじゃん。ダメ、あやは強情なんだから。だってそんなのもらったら罰当たるもん。罰？私アルバイトなんてできないって思ってたから、私にも仕事ができるんだって、人の役に立つことができるんだって。だからおばさんの役に立てるだけで嬉しいの。なのにお金までもらったら罰が当たる。わかった。じゃあバイト代は払わないね。その代わりね、ここにいたかったらいつまでもずっといていいんだからね。あ、なんならうちの子になっちゃうか。ね。じゃあ私もバイトじゃない。バイトにはね、まかないもんがつきものだから、あやちゃんはうちのパンは食べ放題。ありがとう。あ、みんなにもサービスしちゃう。ありがとうございます。はい、あ、飲み物もあるからさ、今日はサービスしちゃう。ねえ、飲んで飲んで。何がいい？あの、高校生今何人ぐらいいらっしゃいますか？63人います。先生は？全体で小学部中学部合わせて145名体制でやっております。あの、普通の学校に行ってるのとここに来るのとどう違うんですか？まず障害を持った方に自立活動をするという授業を行っております。はい。おい、来た。これお前のだろ。落ちてたぞ。ありがとう。私のだ。
お前勉強できてもおっちょこちょいだよな。まあクズは仕方ないけど気をつけろよ。ありがとう伊藤君。あ、来るだ。ただいま。ただいま。さあ、おいっこしてた？行くよ。それが学校のやり方ですか？落ち着いてください。そうじゃないですか。そうは言ってません。本校には産休障害者に適した設備がないのは事実です。校長とも相談したんですが、一人のために校舎を改善することは予算的にも、それに県の方とも相談したんですが、当面は難しいと。ですからもっと現状は当校では無理が、他に適した学校があると思うんです。ただよそへ追い出すのが学校なんですか？友達の助けが必要なの分かってます。でもそれ当たり前だなんてあの子思ってません。すまない、申し訳ないという気持ちでいっぱいなんです。思うように動けない自分が悔しくて仕方ないんです。言い過ぎだよ塩が。よく話し合おう。それでも学校に置いてほしい。卒業までとは言いません。できるだけ迷惑をかけないように努力しますから、もうしばらく頑張りたい。のこそう願ってるんです。先生、今日はお帰りください。お互い落ち着いたところでもう一度。はい。しかし紀藤さん、これは言いにくいことなんですが、綾さんの世話に疲れたと言ってる生徒もいるんです。それだけは知っていただきたいんです。失礼します。ひどい。助けが必要でも、あやちゃんは高校生だよ。先生、ごめんなさい。私みんなに迷惑かけてたの知ってたんです。でもみんなといたい。学校が好きなんです。ごめんなさい。あやちゃん、願望、高校生の名が伝るわよ。東高やめなきゃダメ？私いつもみんなにごめんねって思ってる。悪い悪いって思ってた。私はみんなと同じ道歩けない。あと少しみんなといたかった。でも
どうして私がそんなに迷惑かけてること、毎日顔合わせてる私に直接言ってくれなかったの。先生だってね、直接彩に話すのつらかったんだよ。彩が頑張ってるの見てるから。世話してくれた友達だって嫌々してくれたわけじゃない。迷惑かけたかもしれないけど、きっと彩からそれ以上の何か感じ取ってくれたと思うよ。ここまで過ごしてきたのは友達のおかげ。感謝しなくちゃね。ね。あや、次の節目に向かって頑張ろうよ。君は僕にどう言ってほしいの？大丈夫、養護学校なんて心配ないよって励ましてほしいの？行きたくないけど、でもそうしなければいけないって分かってるんです。座ろうか。そうだね、ここで僕がいい加減なこと言うのは簡単だけど、絶対後悔しないこと。私しない。自分で決めます。自分で決める、それが大切だよね。自分で決めたならしまったと思っても頑張れる、やり直せる。君ならきっと。私は東高を去ります。そして心象者という重い荷物を一人で背負って生きていきます。なんて、かっこいいことが言えるようになるには、1リットルの涙が必要だったし、これからももっといると思います。耐えておくれ、あたしの涙腺よ。
沙織、優子、みんなも本当にありがとう。とっても楽しかった。本当にありがとう。あや、私たちも何もしてあげられなくてごめんね。とっても助かったよ、いろいろと。もっと一緒にいたかったよ。私も。でもしょうがないよ。ユキコ先輩、元気でね。お世話になりました。じゃあみんなも元気でね。補助輪をつけたまま僕は足元のレールをくらい ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。あや、これ選別、おばさんとこのパン。あ、今食べる。お腹空いてんでしょ。ね、人間はね、悲しくても悔しくても辛くてもお腹は減るの。ね、でも食べれば明日も生きていける。うん、食べな。またここに来たくなったらいつでも来ていいんだからね。あ、そん時はねちゃんと給料払うから。あ、おばさんのこと思い出してまたおいでよね。あら、それからし入ってた。おばさんずるい。私泣き上戸なんだから。悪かった悪かった。いや、おばさん悪かった。あれ、
気をつけて。はい、ありがとうございました。食べるかなすかどっちかにしなさいよ。皆来てたの。おはよう。おはよう。紀藤さん、あなた遅いから今日からトイレのタオルとおむつの始末やってくれればいいから。いい？はい。じゃあお願いね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。早く戻ろう。ね、うん、ありがとう。あ、もうこんな時間。おはよう。気持ちのいい朝ですね。ああ、そうだね。とっても綺麗な青空ですね。さつき晴れだ。おはようございます。おはよう、紀藤さん。おはようございます。エスカレーターが欲しいよ、紀藤さん。先生、歩きにくくても歩く。人間は歩くようにできてるんだから。はい、時間を守る。体が動かないなんて理由になりませんよ。どんなことがあっても時間を守る。いいですね。はい、早く行って。はい、急いで。この前間隔空けてよ。はい、はい、気をつけて。大丈夫？学びて時にこれを習う。この言葉はね、勉強して
機会があるたびに繰り返してまた学ぶということです。一度きりではなくて何度も復習しようとする姿勢が大切。学び手の手、助詞、順接の接続を表し学の送り仮名で手と呼ぶ。先生が言いたいのはね、勉強の復習も大切だけれども、みんなが日々行っている自立活動に関すること、これと一緒のことなんだよね。した今日はもう終わりです。でも本を借りるならもっと早くいらっしゃい。明日渡してあげるから。分かった？集団生活では泣いてはいけません。いいですね。作ってくれるって言ったよ。衣装最後の合唱、天の空いてる人みんな舞台に出て合唱って、私も純ちゃんもできないって言ってるんです。どうして手伝ってくれないんですか？やってみなければ分かりません。自分でおやりなさい。すべて訓練です。訓練って舞台で兵隊になるんじゃないんです。引っ込み思案のこの子が思い切って頼んだんです。少しは人の気持ちを考えてみてください。やめよ、もういいよ。よくない。そう、よくない。かわいそうだから何でもやってあげる、そういう考え方は決していいことじゃない。やりもしないでできないなんてそんな考えちゃダメよ。まともな人に何がわかるんですか？私たちの体はどうせ壊れてんのよ。壊れた子はどんなことしても自立なんてできっこない。ここから出てった後、世間でどんな扱いを受けるか健康な人にわかるわけない。
そう、その通り。わからないわ。でもできないからって何でも甘えて人にやってもらって、それが何になるの？そうでしょ？大丈夫かな。今日だって鬼寮母に財布を断られたじゃん。できるのかな。そもそもあの鬼寮母に頼むのもどうかと思うけどね。先生、先生、絵の具ありがとうございました。はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございます。いい背景ができたみたいね。よく頑張ったね。はい。大丈夫？うん。お腹空いたね。うん。早くご飯行こう。遅れるとまたうるさいしね。あれ、エミ、本当だ。エミ、まだいたの？早く一緒に帰ろう。まだやることあるから先行ってて。行ったはずです。発表会の練習が他のことをおろそかにしていい理由にはなりません。食事の時間さえきちんと守れない人間が他のこともきちんとできると思いますか？ちょっとどこ行くんです？探してきます。あつこちゃんはいつもきちんと自己主張して障害者だから何よって跳ね返してる。私もああならなくちゃっていつも思う。うんうん、強いよねあの子。羨ましい。確かにちょっと羨ましいかな。でも周りは大変だよね。本当に大変だって今まで一度も思ったことない？そりゃちょっとは。でしょ？少しは周りを見ればあの子も付き合いやすくなるのにね。何してんの？あのね、今はそのこんなことだろうと思った。ごめんね、私が二人を巻き込んじゃって。叱られた？しょうがないな、あんたく。これあつこちゃん3人より4人の方が早いでしょ。ありがとう。はい、はい、この可愛いじゃん。これ使う？可愛くない？ありがとう。「燃えろ燃えろ赤い」
箱に運ぶミツバチの蜜がたくさんあるように畑じゃ小麦がびっしりとほうだせほうだせ一面に燃えろ燃えろ明るく燃えろ消えないようにどんどん燃えろ燃えろ燃えろ明るく燃えろ消えないようにどんどん燃えろ。頑張ったね、お疲れ様、よくやったね。できた、こんな体でもできた。みんなでやれたんだ。いつも人がやるのを見てばっかり、でもやれたんだ。おめでとう、よく頑張ったね。ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございました。自分たちでできました。よかった、おめでとう。おめでとが小さくなってるでしょ。一人で芝居してるからかしら。そんなことないよ、変わらないよ、ほら。わー、でも心配なの。誰とも話さないでいると肺活量が小さくなるでしょ。お母さん仕事辞めようか。やめないで、やめてほしくない。でもね、あや、私東高に入った時大学行くつもりで勉強した。大学入ってお母さんのような人の役に立つ仕事がしたいって思ってた。そう、養護学校入った時もみんなより早く朝4時に起こしてもらって大学行く勉強をした。知ってるよ。弱い力でも喜んで社会に役立てればって思ってた。そう、だけど卒業する頃にはそれもできなくなってて、お母さん何。お願いします。はい、よいしょ。頑張れ。いいよ、いいよ。
くりゆっくり。よし。よいしょ。ゆっくり。頑張って。病気だったら働きに出れない。あやにできることって何だろう。何？書くことできるね。おねえ、昔から書くこと好きだったよね。書くことできるね。それがあやの仕事だよ。いつかきっとあやのやり遂げたことが人の役に立つ時が来る。だから仕事は怠けちゃいけないよ。うんうん。あ、ほら見て、いい天気。ほんと気持ちいいね。じゃあ、あやちゃん、なんか本貸してあげようか。うん。何がいいかな。何がある？ね、あれ、小林くん、今は外科のポリクリじゃなかったかしら。あれ、今ちょっと来たばかりです、ね、私の指導が終わったのにここに来るなんて、ずいぶん仲良しになったのね。先生、この先生まだ病院の中迷うんですって。あら、あやちゃんならその聞きやすいかなって。あやちゃん、ね、迷惑かけるわね。勉強中の身だから許してあげて。すいません。じゃあ先生、あやちゃん、僕これで失礼します。はい。あれ、先生。何？外科はどこでしたっけ？もう自分で探しなさい。たくも先生って面白い人ですね。そうね、有望株は3枚目。ところで、あやちゃん、どんな感じ？もう学生じゃないから今度はゆっくりと気長に納得のいくまで先生と付き合ってもらうわよ。私が医者である限り、あやちゃんとはずっと関わっていくからね。はい。まあいいか、つけといてね。はい。あやちゃん、こんにちは。ちょうどよかった。今あやちゃんの部屋に行こうと思ってたんだよ。何かご用でも？この花綺麗だろう。うん。プレゼント。ありがとう。でもどうして？ああ、抜け駆けかな。抜け駆け？あのさ、あやちゃん知らないだろうけどさ、リハビリ室にいっぱいおじさんたちいるだろう。あやちゃんアイドルになってんの知ってた？知らない。あのさ、ほら、あの左半身不随の脳梗塞のじじいいるじゃない、あの低い声出すやつ。あいつなんかあやちゃんがね、いるからリハビリに来てるんだよ。本当に？本当だよ。あやちゃんが頑張ってる姿でさ、なんかこう自分も頑張ろうかなと思うんだろうな。まあ、おじさんもその一人だけどね。はい。ありがとう。あ、部屋持っていこうか。ね。うん。行こう。はい。ありがとう。綺麗な花だね。どうしたの？おじさんにもらったの。そっか。よかったね。毎日つけてるの？日記。思いついた時だけですけど。文字を書くのは訓練にもなるしね。私、母のような人の役に立つ仕事がしたいって思ってたの。でも
あやちゃんは文章を書くのが好きだもんね。母も同じこと言ってました。そうか。先生、ご兄弟は？妹が欲しかったけど兄貴と二人。国で親父の後を継いで開業医。どこですか？田舎。越後湯沢知ってる？川端康成の雪国の舞台の。冬は雪がとても多いんだ。いいな雪か。ゆっくりゆっくり。よいしょ、ゆっくりね。よいしょ。おっ、気をつけて。ゆっくりね。頑張って。こっちの手が思うように動かないんです。そっか。一生懸命やると左腕が突っ張って動かなくなるのかもな。あやちゃん、慌てずじっくりやっていこう。うん、よし、じゃあ頑張っていこう。
ちゃんと充電してあげられなくて、もう動けないんだね。先生、あやちゃん、どう？リハビリ頑張ってるようね。はい、きついですけど。あの先生、何？先生、私結婚できる？できないと思う。子供にも移るのですか？あやちゃんの病気はね、悪くなっても良くなることはないの。進行を遅らせるにはリハビリをして脳を刺激するようにするしかないの。ことを全部分かってくれる人を探すのは。先生、ありがとう。本当のことを教えてくれてありがとう。あやちゃん、ただいま。おねおかえり。荷物お願い。あ、はい。あや、山本先生がね、体力は入院前よりも回復したけど、熱には気をつけてねって。風邪なんかひいたら大変だからね。これ先持っていくね。うん、よいしょ。あや、どうしたの？なんでもないよ。そう？私は何のために生きてるんだろう。今日からここが綾の部屋。お母さん勝手に並べたけど、使いづらかったら言ってね。ありがとう、お母さん。うん、気がついたらお願いね。ここなら玄関にもお風呂にもトイレにも台所にも近いから、綾にとって便利でしょう。ありがとう、お母さん。どういたしまして。喉乾いた？
おーい、おーい、おーい。ねえ、どうしたんだ？なんだよ、どうしたんだよ。ごめん、今日学校休みなの忘れてた。私発声の練習してたの。なんだ、何かあったのかと思ったよ。びっくりした。ごめんね。どうしたの？ありがとう。よし、今度からなんか頼みがあったらこれで呼ぼう。まったく、なんかあったらにしてくれよな。そうだよ、もう。になるツボみたいよ。あや、どうした？先生も友達も皆健康です。悲しいけどこの座はどうしようもありません。不幸じゃない、不便なだけだ。東高が好き、先生も好き、優子ちゃんも沙織ちゃんもみんな好き、パン屋のおばさんもゆき子先輩も好き。変わったのは部外者から当事者になれたことだ。重症から何もできないと思っていたことがやればできると思い直したことだ。ありがとうございます。あやのあんな姿見たの久しぶりです。これはご家族の皆様の愛情ですよ。いや、頑張ってますよね。母が私のことをそんな風に思ってくれているとは知らなかった。良くなることはないの。山本先生、すごく辛く苦しかったけど本当のことを教えてくれてありがとう。生きたいのです。動けない、人の役に立つこともできない、でも生きたいのです。胸に手を当ててみる。時々音がする。心臓が動いてる。
嬉しいな。私は生きてる。気がついた。気分はどう？あるくない。そう、よかった。なーに？しらが白が増えた。何見てるかと思ったら、あや、お母さんね、今あやの書いたもの整理してるから。お母さん。何？あだ行きたい。何言ってるの？頑張ろう。ありがとう。